この辺りが外国層地帯だったなんてな。あちこちでかなり砂漠化が進んでるそうじゃないか。もう勘弁してほしいね。まあまあ、もうひとっ飛びでサバナ基地に着く。この景色もそれまでさ。ミスト少佐、スカイホーク55が到着します。天才少女のお月だ。エプスタイン家っていや天才家系の一族ですからね。加えて親父殿は政界の大物。そんな真相の姫君がなんだってこんな辺境の警備隊に。行方不明だったおじ上がソルト地区にいたんだそうだ。ミスト少佐。こちらミスト、なんだ。すみません、エプスタイン博士。何？あの、西の156に行きたいんです。どなたかご存知ありませんか？どなたかだってよ。どなたもご存知だから心配ねえよ。俺たちが送ってやるよ。うるせえな。おい、やろう。カッコつきやがって。あいにくだな。この人を守るのがボーナス付きの俺の任務なんだ。やるなら付き合うぜ。降りた。プロ同士ビジネス抜きで戦うのはごめんだ。くっ、裏切るのかよ。こんな野郎。やろう。うわっ、うわっ、うわっ、うわっ。ドクターフィリシア・エプスタイン。サンデイトから派遣された武藤一等軍曹です。さ、基地に戻りましょう。素人がランク A の傭兵にかなうわけがないんだよ。ランク A？ あのガキが？ガキっぽいな面だけさ、ランク A の中でも特別だ。あいつにはアジア戦線でひでえ目にあった。あいつがね。サージェント、サージェント、助けていただいたのは感謝しますが、私、暴力は否定しています。そりゃ意見が合いますな。実は自分もそうです。ふざけないでください。何です？西地区のあたりか。おじさま、こいつは小屋を直撃だぜ。エプスタインのじいさんも運がねえな。おじさま、おじさま。起きた。話して、サージェント。おじさまに聞かなければリオンは兄の居所はわからないのよ。兄？5年前に兄は姿を消してずっと探していたんです。その兄の消息を知らせるという大戦直後から行方不明だったおじからの連絡があって、やっと兄にリオンに会えると思ってここまで来たのに。隊長、火の中に何か見えます。ガラスケースのようなものが。何？そんな、すげえ。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 そんな、なんだこりゃ。
生きてるのか。いえ、人間じゃない。ありえないわ、こんなこと。おじ上は残念ながら。そうですか。先ほどは助けていただいたのに失礼な言い方を。私ずっと研究所にいて、兄以外の人と話す機会が少なくて、早く母を亡くしたので兄はいつでも私のそばにいてくれました。リオンは私たち一族の誇りでした。これ。はあ、兄リオンです。17の時の。似ているでしょ。というより、あのサイバノイドは亡くなった母にうり二つなんです。リオンが作ったんです、きっと。母の顔をしているのが何よりの証拠です。おそらくオズで。オズ、伝説の科学都市、世界中のありとあらゆる才能を集めて作られた頭脳集団。巨大なシェルターの中で、そこは未だ外の世界に関わりなく存在すると。でもリオンは信じて探していました。信じられない。サージェント、見るな。全員完全武装。ジェネレーターがやられました。すぐ電源を確保。各隊に通達。サイバノイドを探せ。はっ、化け物。今のうちに逃げろ。やめて。声紋確認。フィリシア・エプスタイン。はじめまして、マスター。お目にかかれて光栄です。私がマスター。私はエプスタイン MJ3 プロトタイプ1019リオンのメッセージを伝えます。フィル、長い間放っておいてすまなかった。リオン、今君の目の前にいる1019は私の生涯の夢、マシンサピエンスへの第一歩たるサイバノイドだ。1019の電子頭脳は私の最高傑作。自ら判断し、さまざまな事態にあたり学習する人工知能を持っている。私は今オズにいる。オズ、フィル、1019が君の道先案内人だ。戦いも飢えもないオズで、君に最高の研究を一番に見せたい。待っている、フィル。オズで会おう。リオン、リオン、行くわ。必ず行くわ。サージェント、私、1019と行きます。ちょっと待った。場所は、オズの場所はどこなんだ。
それは極秘です。私が案内します。今はな、地球上どこ行っても戦争やってんだ。オズに着く前にお前はスクラップ、彼女はあの世行きだ。そう簡単に行けるもんか。じゃあサージェントがついてきてくださればいいんだわ。俺はまだサンレイトとの契約が残ってるんです。この契約に違反すれば俺は脱走兵になって、おまけに二度とどこにも雇ってもらえないんですよ。雇うわよオズが。大丈夫だから一緒に行ってください。現代の魔法使いの住む都に一緒に行ってください。この能天気な天才少女と人類最高の人工知能を持つ兵器、ただし今はまだ赤ん坊並みの死の概念など分かるはずもない、この紛争あふれる大地を旅するなんて。さあ行きましょう1019。はいマスター。考えただけで命がいくらあっても足りないじゃないか。はあ、サージェント聞こえるか。応答せよ。こちらミスト少佐だ。応答せよオズか。サージェント聞こえるか。日常は時に看板に染み殺されていく気分になったから、この目で夢を見たくて、まだ誰も見たこともないオズ。オデッサ峡谷です。ここで迎えを待ちます。下へ降りましょう。この切り立った崖を。マスターは私が抱いております。自爆します。隠れて。何？なんで自爆？おい、お前の乗ってきたやつもあれは自爆か？はい。なんで？サージェント。あれは同じ1019と同じ顔だ。マスター、よくご無事でいらっしゃいました。おい、お前の女性型だぜ、19。あなたも MJ3 タイプ？イエス、マスター。私はエプスタイン MJ3 プロトタイプ、1021。ここからは私がご案内いたします。でも、1019は…ここで廃棄処分されます。廃棄処分？1019は欠陥品なのです。欠陥品？欠陥品？ MJ3 タイプの思考回路は、リオン博士の母、パメラをモデルに作られました。つまり、我々は女性体でこそ正しいのです。男性体として作られてしまったタイプは、いずれその違いに矛盾を感じ、それに耐えられずに狂って凶暴化します。一度狂えば修正は効きません。故に、1019タイプは全て廃棄されました。リオンの目指すマシンサピエンスは、1019のようなマシン傾向の強いものではありません。私たち20ナンバーからはバイオロイドの名にふさわしい、より人間に近いデリケートなボディに変えられました。ネオハイシリコンの骨格、 100% 有機質からなる人工筋肉、人工皮膚、人工血液が1019、お前の飾り物の人工血管には何も流れていない。こいつは本当に人工物か。優越感に浸りながら自分は人間に近いと嘲笑ってやがる。私は欠陥品だと。そうです、お前は決定的なミステイクです。お前はただのマシンです。1019、話しなさい1019。私のボディはお前よりはるかに人間に近い。お前ごときマシンに私に触る権利はない。白い人工血液、私にはない。1019、やめて。血液感じる。そうだ、生きている証拠だ。
私にはない。だからミステイクですか、欠陥品なのか、私は生きていないのですか。では私とは何です、教えてください。そんなこと、人間だって自分が何なのかわからない。だけど俺は生きていたい。生きるために毎日をあがく。お前だってそうだろう、違うか。だから1021を無糖、生きたいと願う精神がある限り、それは生命体だ。やめて、1090。私は大勢生き、このミステイクを訂正します。生きるために。オズの所在地はユカタン半島、旧ガテマラのティカル、マヤ文明の遺跡。オズか。マシンがマシンを差別する。欠陥品となれば始末する。勝手に作っといて勝手に始末するのがオズのやり方なのか。ありがとうサージェント。一面の砂漠、これからしばらくは延々と続きます。ここ数年で砂漠化がさらに進んでいますからね。今世紀末には大陸の 50% が砂漠になるだろうって話です。首都の研究所でもずっと砂漠化対策がメインテーマだったわ。私が研究していたのも砂漠でも育成可能なハイブリッド強化小麦だったんです。この下一面が麦畑なんて日が来ますか。それを目指しています。麦畑か。1090、左エンジン故障、脱出するぞ。安全確認を怠った、初歩的ミス、なんてざまだ。あのサージェント。1090、お前のボディならこの高さから飛び降りても平気だな。はい。よし。サージェントはどうするんです。パラシュートは一つ、状況はお分かりですね。さあ。いや、いやです、サージェントも一緒に。あなたが飛び降りたら不時着してみます。可能性は 20% はあります。 13% です。お黙りなさい1090。一人で助かるつもりなどありません。ドクター。いや、やったらいや。お前にまでキスしてやるつもりはないぞ。そんな役回りですね。お前の最優先事項はマスターを守りオズへ連れて行くこと。合格だ。お前は狂ってない。運が良ければまた会えるさ。会いたいです。生き残れる可能性はゼロか。サンデイトの軍服、来い。迷ってる場合じゃないか。お見事、周囲殿。お前、まさか、メイト。気づかれましたか、マスター。飛行機は、サージェントは、最後にサージェントと話してたでしょ、なんて。運が良ければ、また会えると。また会える。お願い1090、サージェントを探して、探してきて。きっとどこかで怪我をして動けないでいるわ。生存の可能性はほとんど。探してきて、お願い。きっと生きている、生きているから。でないと私動けない、どこへも行けない。
わかりました。バカなことをしましたね、中尉殿。ネイト少尉、やはりお前が追撃を。脱走の上に誘拐ですからね。凶悪犯ってとこですか。先にその人質とやらとサイバノイドを探した方がいいんじゃないか。俺もそう思っていたところです。みんな、フィリシア・エプスタイン博士とサイバノイドを捜索する。しかし、こいつを残しては。じゃあ、俺が残るさ。では。あの砂漠から一番近い町はここクエスタだ。1019が判断力をつけていれば。畜生、どこだ。何の用だ。用があるのはこの俺の方だ。カーク、久しぶりだな、チュイド。あんたに告発されてからこのざまだぜ。告発されて当然だろう。お前は傭兵の面汚しのゲス野郎だ。憎まれうちも今のうちさ。おっしゃった通りに誘拐ではないということはお父上に連絡しました。すぐ帰られるようにとのことです。でもサージェントも1019もまだ私を探して。1019の方は捜索中ですが、中尉殿には必ずあなたのご無事を伝えます。中尉？サージェントではないのですか？彼は15で傭兵部隊の教官をやってたんです。正直入った時はびっくりしました。おまけにあの童顔ですからね。12歳にしか見えない。すでに中尉でした、ネイト少尉。ですから私にとってはどんな立場で巡り合おうと常に上官なんです、彼は。汚いところで恐縮ですが、今夜はここで休んでください。では。1021。いえマスター、私は MJ3 プロトタイプ1024オズからお迎えに上がりました。オズならば1019とサージェントも一緒に。その命令は受けていません。なら私もオズへは行きません。マスター、わかりました、私が何とかします。誰だ。俺が人思いに殺すとでも思ったか。例のサイバノイドの居所を喋る気になったかい。どうだこの野郎は。
ハメラよ。バカな。それはフィリシアたちの母親の。テンナインティンは廃棄処分以外道はありません。何をしてもいずれ狂います。なぜ同じタイプのあなたたちは何でもないのに。私たちトゥエンティナンバーは思考回路にパメラを使っていません。テンナインティンはパメラを抑えるための表層プログラムにしか過ぎないのさ。私はパメラの頭脳の全てをコピー再生した人工知能なんだから。じゃあ今までのテンナインティーンは。ただの応急処置でしかない。強い行動パターンを持つプログラムが弱いプログラムを消し去るのは当然でしょ。そうか、クルーということはパメラが出てくるということだったのか。パメラはもともとこういう女よ。分かっていてクルーもないもんだわ。パメラお前のような殺人狂だったというのか。生意気抜かすんじゃないよ。このまま細切れにしてやってもいいんだよ。恐怖に引きつる人間の顔ほど素晴らしいものはない。最高のエクスタシーさ。何言って。もっと怯えな。もっと私をゾクゾクさせておくよ。このまま死んでたまるかい。くたばれ。殺せよ。ただしお前も道連れだ。おい、ナインティーン。私を殺すのですか、ムト。もうパメラはいないのか。いえ、私の中に徐々に大きくなっています。そう、殺人狂の女が。だから廃棄されるのですね。それが正しいのでしょう。テン・ナインティーン。けれど私は生きたい。生きるためにはリオンに会わなければ。そしてプログラムの修正を頼みます。その前に殺されるかもしれない。けれど私はただの機械ですけれど生きたい。この願望は止められません。オゼ行きます。テン・ナインティーン。エプスタイン、オツからお迎えに上がりました。ではサージェントも一緒に。その命令は受けていません。さあ時間があります。いや、テン・トゥエンティフォー、助けて。お願い、あなたのマスターは私でしょ。お願い、サージェントを守って。わかりました。私のマスターはフィリシアだ。それにこの男を失うことはマスターの生きる意志を希薄にさせる。それはリオンも望まないはずだ。リオンに伝えよう。テン・トゥエンティフォー、サージェントを守って、そしてオズへ連れてきて。はい、マスター。死なないで、お願い。死なないで。
おいで、オズ。さあ。オズに潜入し、リオンを殺せ。オズはシドニー・ダントリー博士を中心とした新兵器開発を兼ねた軍事基地だった。当時まだ不可能と言われていた人工衛星からビームを発射させるキラー衛星もすでに完成していた。君にはフィリシアが世話になったからね、特別に招待したんだ。麻酔の効きにくい体質でね。私はオズのマシンの中で一番長く人間社会にいました。その私がサーティナンバーに劣るとは思っていません。そうとも。人工知能ってやつは体験するデータが多いほど人間に近づく。ああ、俺は知ってるさ。お前が最高のバイオロイドだってことはな。24、俺を武藤のところへ連れて行け。できるな。はい。いい女だ。それを聞いたとき、もう昔のリオンではないと頭では分かっても、やっぱり兄なんです。リオンは私の兄なんです。アスラとリオンを切り離す方法が一つだけある。アスラに非常事態を宣言させることだ。